一寸先も見えぬ闇の中、雷鳴がとどろいた。陶春方が陣取る厳島への渡海を前に、毛利軍は雷混じりの激しい雨に見舞われた。嵐の中、夜の海を渡る危険性を多くの家臣は指摘したが、それでも元就は決断を下した。この雨風、天が我らに味方しておる。今こそ嵐に紛れて海を渡れと。皆船を出せ。この機を逃すことなく厳島へと乗り込むのだ。凄まじい数の船だ。さて、どう近づくか。これほどの闇にございますれば、我らが味方と偽り近づけば敵は気づかぬかと。言われてみれば妙に暗いな。そうか、先の雨風でかがり火が。天は我らに味方したな。兄貴、見てみろ。ああ、父上は本気で船を返してしまったのだな。これでもう向こうに突っ込むしかなくなったというわけだ。どうやら始まったみたいだな。野郎ども、突っ込むぞ。大内の船に宝禄玉をお見舞いしてやれ。はかりごと大きは勝ち、少なきは負ける。まずは頂上。これより最後の仕上げ、春固めの首を取る。者どもかかれ。山頂から吉川元春、麓からは小早川高亀、そして海からは村上水軍、狭い厳島では2万の大兵が帰って仇となり、包囲攻撃を受けた大内軍は逃げることもままならず大混乱に陥った。天の時、地の理、人の和、全てを見事に揃えて見せた元就に、今歴史的勝利の瞬間が訪れようとしていた。